地域密着スポーツ番組ハレスト、 OHK アナウンサーの堀安秀と晴れ町ガールの松井ひなたです。よろしくお願いします。お願いします。さて今回は久しぶりにサッカー J2 リーグのファジアーノ岡山にやってきました。ひなたちゃんはこの練習場に来るのが初めてということですね。ですね、初めて来ました。第一印象いかがですか？いや、グラウンドの広さとボールの蹴る音だとか選手の声がすごいリアルに聞こえてすごいなって思いました。音に反応するあたりがさすがピアニストですね。かもしれない、ね。はい、さて今回はひなたちゃんと同世代の若い選手、今売り出し中の3人に注目をしました。それでは行ってきましょう。まずはルーキーのフォワード、25番野口達彦選手。大阪府出身で群馬県の前橋育英高校時代には全国高校サッカー選手権で準優勝に輝きました。中央大学から今年ファジアーノ岡山に入団すると第3節井端戦で J リーグデビューを飾り、11節栃木戦では初ゴールも挙げています。1年目から常に出場されているんですけれども、ご自身ではいかがですか？まあ、試合に出ることでまた課題とか出て、で成長していく段階だと思っているので、まあ、もっと試合に絡んで、もっと活躍していきたいなと思います。野口選手のここを見てほしいというプレーなどありますか？やっぱり前を向いて仕掛ける姿勢だったり、あと左足のシュートとかクロスとかキックの面も見てほしいなと思います。自分ではね、ファジアーノのサッカーの中でここにフィットしてるなっていうのあります？やっぱりハードワークするところとかチーム全員で戦うっていうところは、まあ、僕もやっぱり今まで大事にしてきたことなんで、そこはやっぱりフィットしてるなと思います。ツイッターを見させていただいて、本を読んでいて、なんか出しているなっていうのを見たんですけれども、それがサッカーにつながったことなどありますか？本は、まあ、サッカーに関わらず、まあ、いろんなジャンルも読むんですけど、まあ、やっぱり学んだものを、サッカーに生かして、どんどん成長というか、まあ、アウトプットしていければなと思います。どんな本を読んでるんですか？もう本当にいろいろです。サッカー本も読みますし、小説も読むし、自己啓発も読むし、まあ、あとはなんていうんですか、社会的なやつ、ビジネス本とか、ビジネス本、まあ、いろんなジャンルは読みますね。それサッカーに参考になるところはある？まあ、サッカーに参考になることもあるし、まあ、普通になんか気になるなっていうことを知ったりっていうぐらいですけどね。結構探求心が旺盛なんですかね？まあ、そこはやっぱりサッカーっていう競技をやっていく中で、なんかこういう考え方とか技術についてとか、そういうことをしていくのは、まあ、プロとしてやってますけど、やっぱり楽しいんで、そこを探求してやっていくのはやっぱりプロフェッショナルだとも思うので、そこはこだわってやっていきたいですね。じゃあちょっと最後に、これからどんな選手になっていきたいか、ちょっと目標教えてもらえますか？やっぱりゴールに絡んでいける、シュート、あとはアシストもそうですし、クロスからのアシスト、ゴール前でのドリブルからのシュートなど、まあ、いろんな、ゴールで貢献することプラス、献身的なプレーでチームの助けになれればなと思います。続いては31番ディフェンダー下口若葉選手、22歳。福井県出身で福島県の JFA アカデミーから2017年ファジアーノ岡山に入団しました。今年で4年目、すでに結婚していて今年お子さんが誕生したパパでもあります。得意なプレーを教えていただきたいです。まあ、本当に守備の人間なので、ディフェンスなので、まずは粘り強い守備だったり、まあ、走力は自信があるので、90分間走り切る体力だったり、そういうことは自分のストロングだと思ってプレーしてます。奥さんも年上だそうなんですけど、はい、どんな方なんですか？まあ、本当に包容力があって、なんだろうな、こう
まあ、自分まだまだガキなんで、大人な対応というか、うん、何でも見過ごしてくれるんじゃないでしょうか、はい、ちなみに家ではどんなパパなんですか？いやでも本当にこのままというか、うん、子供と同じ目線で、うん、自分も一緒にまた育ってる家庭なので、何にも飾らずこのまま明るくあの家庭で過ごしてる、そういう 親になりたいですね。若くしてパパになった下口選手、はい、実際話してみてどうですか？こうやっぱりパパの風格感じます？ですね、ですね、ですね。ちょっと顔はちょっとまだ可愛らしいですね。可愛らしいです ね。だから若いのにすごいなっていう、うんうん、すごいな、すごいなっていう、お子さんもいてね、家庭を支えるっていう、そうパパなんだなって。やっぱり気持ち変わりました？パパ、いや本当すごく変わりましたね。本当に今までは誰かのためにこうプレーすることってあんまなかったですけど、まあ本当家族を養わなきゃいけないですし、一家の大黒柱としてやっぱり、本当にもう子供じゃないんで、ちゃんとしないとっていうのは、もともとちょっと子供っぽいとかあったんで、よりこうしっかりしなきゃっていう思いは芽生えましたね。試合だけじゃなくて、はい、練習でもこう気持ち一つ一つのプレーって変わってきます？はい、いや本当に、まあ、増田でのプレーが、試合に直結すると思うし、まあ、自分は本当試合に出るために一日ここの増田でどれだけアピールできるかだと思ってるんで、本当毎日が勝負だと思って、一つのセッションが勝負だと思ってプレーできてるっていうのは、すごくいいことなんじゃないかなと思ってます。これからこういう選手になりたいっていう何か目標あります？まあ梶さんですね。やっぱり梶選手、あれがあの人になりたいっすわ。顔も体も顔はね、そう劇的にはあまり期待できない。相当整形しないと無理です。梶さんもイケメンですけど、イケメンですね。下口選手は、まあ、どっちかというとこう可愛い系で、そっちでいきますか？でもやっぱ一人の人間として憧れますね。ですよね、人間的に素晴らしいですもんね。そうですね、これ YouTube で多分流れるんで梶さん見てほしいな。いや YouTube 触れないでしょ梶さん。そうなの？いやわかんないです。Twitter とかやってるんじゃないですか？ Twitter とかやってるんですけど、どうなんですかね。届いてほしいな。届いてほしいですね。はい、梶さんのようになります。なります、頑張ります。目指せ梶さん。3人の中で最も若い2000年生まれの20歳、34番ミッドフィルダーデューク・カルロス選手。東京都出身で J1 川崎フロンターレのユースから、おととし2018年ファジアーノ岡山に入団しました。入団3年目の今年 J リーグデビューを果たした今急成長中の若手選手です。今シーズン J リーグデビューしましたが、いかがでしたか？そうですね、ずっと目指していた舞台だったので、率直にすごい嬉しかったです。ここを見てほしいというプレーなどありますか？は、もちろん攻撃の部分で、スピードを生かした縦への突破だったり、アグレッシブな部分はすごい注目してほしいなと思います。ファジアーノはどんなチームの雰囲気ですか？すごいこうサッカーに対して真面目な選手が多くて、そこは、自分は結構年下の方なんですけど、すごい先輩方からすごいいい刺激をもらっていて、すごくいいチームだと思います。ルーキーの時にインタビューさせていただいて、はい、でその時と比べるとすごくこう精悍な顔つきになったたくさんの先輩方に揉まれて揉まれて、はい、ホープ・ウィリアム選手とはよくプライベートでも一緒にいることが多いようですけれども、はい、ホープ・ウィリアム選手、ホープ選手が来てからはピッチ内外でのこう、生活っていうのが本当に愚直にピッチに出るっていうのはずっと言ってもらってたので、そこはこう多少変えてもらえたのかなっていうのはすごいあります。私生活で意識することができたとか、はい、ポープ君が食事面の方でも結構こう面倒見てくれてバランスよく食事を取るようになりましたね。去年一昨年は食事もこう
うまく体が使えてなかった原因だったのかなって今になると思います、ね、力強さが増しましたよね。ですか、うん、体つきとか変わってないですか。は変わったとは、はい、よく言われます。まあ、全体的にこう体重も増えたんですけど、まあ、どっかに偏らないように、まあ、バランスよくトレーニングはしてるんですけど、食事睡眠とあとまあトレーニングっていうのを、まあ、常に意識して、まあ、日常生活を過ごしているので、そこがこう、まあ、なんていうんですかね、公式戦だったりのワンプレーとかで出るとこうやっててよかったなって思えるんで。これからこういう選手になりたいっていう目標を教えてもらえますか。チームに頼られるようなあの存在にはなっていきたいなって思ってますし、まあ、まだ20歳でこうなんていうんですかね、未熟な部分がプレーに出てしまう部分もあるんですけど、本当に試合を重ねていってたくましい選手になっていきたいなと思います。 J2 リーグ終盤を迎えているファジアーノ岡山、若手選手たちの活躍に期待しましょう。